ブンブン、ハロー YouTube、 どうも、マサルです。今回は ASUS のゼンフォン MAX をご紹介します。まずはじめにスペックを紹介すると、 CPU がクアルコムのスナップドラゴン410、 RAM が 2GB で ROM が 16GB、 ディスプレイは 5.5 インチで解像度が 1280×720 ドット、カメラは背面のメインカメラが1300万画素で、前面のインカメラの方が500万画素となっています。そしてこちらの端末、最大の特徴であるバッテリー容量が 5000mAh となっています。 5000mAh という容量はちょっとしたモバイルバッテリーと同じ容量になりますので、非常に長時間の連続駆動時間が期待できます。発売から少し時間の経った端末ではありますが、今価格が1万5000円程度と非常に値下がりしていますので、あえて紹介してみました。スペック的には CPU のスナップドラゴン410と RAM の 2GB の組み合わせということで、あまりスペックは高い端末ではありません。ただしスペックが低いとはいえ、実際に使われた方の口コミを調べてみると、プリインストールされているアプリ等を削除するとかなりサクサク動くそうです。おすすめの使い方としては、ネットもゲームも何でもやるメイン端末として使用するのではなくて、通話やメール専用の端末としておいて、ゲームなどはもう一台別のハイスペックな端末を持つという使い方がおすすめです。そしてこの端末、 5000mAh という大容量のバッテリーを生かした機能として、モバイルバッテリーとして使うことができる機能があります。今画面に表示している専用のケーブルを接続することで、別のスマホと接続してバッテリーとして使うことが可能です。このような使い方をする場合は、このケーブルのほか、マイクロ B やタイプ C といったケーブルも一緒に持ち歩く必要があります。先ほどもご紹介した通り、この端末は発売から少し時間が経っています。そのため今の在庫がなくなるともう買えなくなる可能性がありますので、2台持ちしたり、モバイルバッテリーとして使ったりと、購入を検討されている方は今のうちに購入することをお勧めします。この動画の概要欄にも販売店のリンクを貼っておきますので、詳細な価格などが気になった方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。